おいミカさんアルビーん、はあエレンしばらくぶりに会った気がするぞエレン何かひどいことはされてない体を隅々まで調べ尽くされたとか精神的苦痛を受けたとか <laughs> ねえよそんなことはあのチビは調子に乗りすぎたいつか私が叱るべき報いをまさかリヴァイ兵長のことを言ってんのか